それでは、四天八渡支大将について、話をしたいと思います。これは熊本県の牛深っていうところにかかっている牛深ハイヤ大橋っていう、結構きれいな橋です。設計したのはレンゾピアノっていう、建築の設計が、専門の人ですね。日本だと、関西国際空港とか設計した人だし、それからパリのポンピルセンターとか、いろんなものを、設計に関わっている人が、これを設計してます。で、風景の中で、一番こうメインに見えているものが、橋で、その周りに海とか空とか山並みとか街並みとかが映っていますけど、一番メインに見えるものを主対称というふうに、呼びます。で、今の写真はここから撮影してるわけなんですけど、景観のデザインをやる上で、何を見るかっていうのはもちろん大事なんですけど、どっから見るかというのも負けず劣らず大事で、そのどこから見るどこっていうのを視点場というふうに呼びます。今ここが視点場で見る主対象の方が、橋だということですね。これは山の上の展望台から見たところです。これ場所はどこかっていうと、九州の牛深というところには行ったことある人いますか？いないよな。天草のすごく先っぽの方にあって、かなり遠いです。熊本市街地から車で2時間ぐらいかかるかな。このラインですね。これが牛深ハイヤ橋。航空写真するとこんな具合に見えるんだけど、で、さっきの展望台はここにあります。わかるかな？これですね。山の上展望台があって、そこから街を見下ろすようにできていて、橋と展望台とどっちが先にできたのか私知らないんですけど、ひょっとしたら展望台の方が先かもしれない。街を見下ろすための展望台が先にあって、後から橋ができたのかもしれないですけど、とにかく、展望台が支点場で、街並みを主対象って言い方もあるだろうし、橋梁が主対象って言い方もあると思います。非常に見晴らしのいいところですね。現地の、そういえば、クイックタイムムービー、これが展望台をぐるっと見ますと、こういう、展望台があって、ずっと見回すと、街が見えるというようなところですね。地上の方から見ていた時のやつは、このなんか梁があるけど、この先っぽからさっき見ていたやつで、そこから見るとずっと橋梁がビヨーンと伸びているのが見えるというような状況でした。これは海辺のデッキみたいなところがあって、さっきのここにある建物が牛深海彩館という建物で、建築家の内藤博さんの設計ですね。これが何のためにこれがあるのかよくわからないです。橋を見るために作ったように見えますけど、違うかもしれない。これは、函館です。北海道の函館ですね。坂道から見た函館港で、向こうに船が映ってますけど、あれが青函連絡船の船です。今も青函トンネルができてしまって、船は飾ってあるだけなんですけど、観光施設としてあそこにつないでありますけど、シンボル的な船ですよね、地元にとっては。 こういう港町にはよくこういう風景があって、坂道が支点場、港あるいは、船が主対象というような構図です。これが日本三景の一つの、有名なところですね。行ったことがあるんだ。日本三景の一つの、天橋立ですね。こういうふうに妙な格好で、のぞかなきゃいけない。またのぞきって言いますけども、またのぞきをしてみるっていうふうに伝統的に決まっていて。これをやると、天橋立がこの世とあの世をつなぐ橋のように見える。ひっくり返って、
郷土で言うとね、そういうあの言い伝えみたいなのがあって、こんなふうに覗くことになっています。でこれについてはちゃんとした研究論文もあって、あのまた覗き効果の研究、あのイグノーベル賞を受賞してますね、割と最近。今展望台が支点場、天の橋立が主体賞というものです。こういうふうにあの主体賞はねデザインされてないっていうことがあの景観の世界ではよくあります。橋はあのデザインされたもの、港とか船もデザインされたものなんですけど、天の橋立は昔から自然の力で出来上がったもので、人が何を作ったかっていうと、それは支点場の方を作っている。主体賞はあのあんまり触っていない。そういうあの構図がよくあるので、景観デザインではあの支点場っていう言葉が結構重要によく使われます。これは高知ではいつも NHK のテレビにあのよく朝出てくる鏡川大橋ですね。山の上から展望しているところで、テレビだとズームアップでこのぐらいの大きさでよく見えるんですけども、現場に行くとですねこのぐらいです。かなり遠くに小さくにしか見えないので、あの橋が主体賞かっていうと、そんなに目立つかというような感じで、実際にあのどのぐらいの大きさがあれば主体賞かっていうのはあのよく考えないといけないところがあります。五台山の展望台が支点場で、まあ、主体賞があのないこともあります。どれが主体賞って目立つものがあればいいですけど、あんまりはっきりしないこともある。はい、以上、支点場と主体賞っていうあの非常によく出てくる言葉なので、ぜひあの覚えておいてください。